こんにちは、カワポンです。今日は早稲田大学の政治経済学部の2021年入試に向けての基本データと英語のアドバイスをします。よろしくお願いします。まず知っておきたいのは、定員が大幅に減ります。450人から300人となり、150人も減りますので、倍率はかなり跳ね上がるでしょう。それでは基本データを画面の上から説明していきます。倍率は3つの学科ともに多少の変動はありますが、大きな変動はありません。合格最低ラインに関しては2020年度は 74.1% と発表されています。ただこれは得点調整をした後の点数になります。実際の点数の得点率ではありません。ただ個人的にはこの 74.1% という数字は実際の得点率に近い数字となっている印象です。大きくは乖離していないように思います。次に入試科目になります。ここが大きな変更ポイントですね。2021年度からは共通テストが必須になります。数学の 1A が必須になりますので、その点では受験者は引っ張られそうですね。共通テスト4教科の合計で100点、2月の個別試験の総合問題で100点となります。数学自体の配点は低いですので、少し失敗しても他の教科でカバーできる可能性はあると思います。2月の総合問題に関してはこの後で説明します。次に画面の下の同じ日に入試が実施される上位の大学の組み合わせを見てみましょう。政治経済の入試日程は2月20日でほぼ固定されています。前年度はこの日の上位の大学の入試はなく、ほぼ早稲田の政治経済学部の単独入試となっていました。2021年度の変更はなく、政治経済学部の単独日程となります。詳しくは僕の入試日程の動画をぜひぜひ見てくださいね。改めて倍率に関しては数学必須化により受験生は減ると思いますが、定員はかなり減りますので、結果的に倍率は上がると思います。それでは次に2月の総合問題について解説をします。これは早稲田大学のホームページにサンプル問題が2回分公表されています。そのうち7月に発表されたサンプル問題をもとにポイントをまとめました。試験時間は120分となり、記述問題が含まれています。問題構成は全部で3題になります。1問目が日本語の文章を読んで問題に答える内容です。サンプル問題では選挙の1票の格差がテーマでした。マーク問題が5問、内容を考察して記述させる問題が1問の構成でした。2問目が英語の文章になります。サンプル問題では途上国への人道支援がテーマで、約1500語の文章でした。こちらはマーク問題が6問、弁幕を把握して日本語で記述する問題が1問でした。マーク問題の内容は内容合致選択、分制度、空処補充選択など従来の入試問題と似たような問題が多いです。そして問3が自由英作文になります。これは従来の政治経済学部の自由英作とほぼ同じで、サンプル問題では紙の媒体が将来消えると思うかがテーマでした。総合問題は英語に関しては過去問たる異次点が多く、過去問をやり込むメリットはかなりありそうです。それでは一応2020年度の過去問分析を見ながら対策を考えていきましょう。こちらが政治経済学部の2020年度の英語の内容になります。全部で5問の構成になります。問4の会話編は新傾向からは消えると思いますので、特にやる必要はないと思います。問1から問3の長編は練習としてぜひやっておきたいです。特に文の並び替えの文制度問題が全ての長文で出されています。これは新しい総合問題でも出題がありましたので、経験値を積むにはもってこいですね。最後の英作文も
出題形式は同じになりますので、やっておく価値はあります。個数指定はありませんが、15分で135程度書く訓練をしておけばいいでしょう。おそらく英語は同じ担当者が作成していると思われますので、多少傾向は変化してもレベルは従来と同じものになると思われます。大門の右端に目標得点率も出していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。参考までに2020年度の過去問の総合分析です。形式が変わるため詳しい解説は省略しますが、ポイントは2つです。速読レベルが高いです。英単語のレベルは毎年ハイレベルなものはかなり少ないのが特徴です。この傾向はこれからも続くと思われます。看板学部なだけあって大変良い問題構成が続いてきました。運の要素が少なく実力の差が出る内容となりますので、ぜひ頑張ってください。今日は以上になります。ありがとうございました。